週刊文春電子版スクープ速報。4月28日投開票の衆議院東京15区江東区の補欠選挙への出馬を表明した乙武洋匡氏、その乙武氏が小池百合子東京都知事から極秘指令を受けていたことが週刊文春の取材で明らかになりました。4月8日の出馬会見で乙武氏は次のように語りました。誰にでも等しくサポートする存在が政治だ。誰よりもサポートを受けることの重要性を実感してきたので、今困っている人、今サポートを必要としている人々の力になりたい。政治と金の問題に対して強い憤りを感じ、政治に希望が失われている今の状況をリセットしたい。乙武氏は都民ファーストの会が国政進出のために設立したファーストの会の副代表の肩書きを持ちますが、なぜか無所属での出馬を強調し、どこの政党にも支援をお願いしていないと述べました。ところが出馬から会見に至るまで密かに小池氏の指令を受けているというのです。乙武氏の知人によると、3月の初旬に小池氏が出馬を打診し、少なくとも4回ほど会合を重ねているといいます。そこで小池氏は出馬のタイミングは私が伝えるからと指示、さらに小池氏は自公の幹部に推薦を頼み、会見の日時まで指示するなど水面下で全てを取り仕切っているのだといいます。乙武氏は3月末にファーストの会の副代表に就任したのみならず、すでに小池氏との2連ポスターも完成させています。一方、自民党も小池氏に相乗りする形で乙武氏を推薦する方針といいますが、混乱が生じています。小池氏の根回しによって公明党は当初推薦を容認していましたが、5人の女性との不倫スキャンダルがあった乙武氏に対し、創価学会の女性部が反発、推薦に二の足を踏んでいます。江東区の自民区議も乙武氏が昨年の江東区長選で対立候補の応援に回ったことを問題視しており、推薦に猛反発。自公の基礎票を望めない上に、候補乱立の中では無党派層も取り込むのは厳しいと見られています。現在配信中の週刊文春の電子版では、そんな乙武氏のほか、次期衆院選の全選挙区予測を8ページにわたって特集しています。各政党の獲得議席数に加え、安倍派5人衆の当落予測、福岡で仁義なき戦いを繰り広げる麻生太郎 vs 武田良太の内幕なども報じています。次の選挙は一体どうなるのでしょうか。週刊文春の予測記事をぜひ読んでいただければと思います。4月10日に辞表を提出し、4期目の任期途中で辞職した静岡県の川勝平太前知事が、2009年の初当選から15年間で累積4億円に迫る報酬を受け取る見通しであることが週刊文春の取材で分かりました。川勝氏は4月1日の新入職員への訓示の中で、職業差別と受け取られかねない発言をして批判にさらされていました。翌2日には、職業差別発言は報道の切り取りであると逆ギレしながら、この職を辞そうと思っていると辞意を表明しました。静岡県知事の報酬は毎年の給与、ボーナス、そして4年の任期ごとに支払われる退職金からなっています。給与とボーナスを合わせて毎年2000万円前後が、退職金は4年の任期を務め上げるごとに約4000万円が支給されます。川勝前知事の初当選は2009年の7月以来、連続4期当選し、15年にわたって知事の座にありました。単純計算で給与とボーナスを合わせて約3億円が支給されることになります。退職金に関してはどうでしょうか。川勝氏は2009年の出馬時に退職金ゼロの公約を掲げ当選しました。実際1期目はその公約を守って退職金を辞退、しかし2期目3期目の退職金は満額受け取っており、任期途中で辞職することになった今期の退職金は残りの任期分を差し引いても約3000万円が支給される見込みです。実はそんな川勝氏は舌下の責任を取って過去に一度ボーナスを返上したことがあります。その額は約400万円。こうした公表されている各数字を合算すると、川勝氏は推定4億円に迫る金を手にして県知事の座を去ることになりそうです。知事人生のほとんどがたびたびの失言とリニアへの強硬な反対に彩られた印象のある川勝氏、果たしてその15年間の真の功罪とは何だったのでしょうか。現在配信中の週刊文春の電子版では、そんな川勝氏の知事人生についての検証記事が掲載されています。ぜひこちらの方も読んでいただければと思います。PV 稼ぎのヤフコメ欄放置は個人的にはすっぱりやめるべきだと思います。週刊文春の取材に対してこう断言するのは、
元 LINE の上級執行役員で、過去には競合のライブダーニュースを手掛けた田畑慎太郎氏です。週刊文春では先週の4月4日発売号で巨談キャンペーン LINE ヤフーの暗部として、日本人9000万人の個人情報が中国韓国に流出するかもしれない重大リスクなどについて指摘をしました。今回巨談キャンペーンの代理団としてヤフー側の中核を担うヤフーニュースの正体に迫っています。ヤフーニュースの中で PV の稼ぎ頭としてヤフトピとともによく知られるのがヤフーコメント欄、通称ヤフコメです。同欄は誹謗中傷の温床となるなど、たびたび問題性が指摘されてきました。冒頭の田畑氏によると、テニスの大坂なおみさんが東京五輪の最終聖火ランナーになった時、なんで純日本人じゃないんだといったコメントが殺到したといいます。ヤフーが直接悪いわけではないですが、排外的なコメントのたまり場になっている面は否定できないと指摘をしています。さらに2021年10月にはヤフトビに掲載された小室圭さんと眞子さんの婚姻届受理に関する記事に1万件以上の誹謗中傷コメントが殺到、コメント欄が閉鎖されました。 LINE ヤフー内部でもヤフコメに反対する声は多いといいます。自分たちでせっかく特集記事を配信しても、インタビューに応じてくれたタレントを誹謗中傷するようなコメントが並んで編集部員が心を痛めたり、もうヤフーには答えませんと言われるようなこともある。取材する際、事前にコメント欄が荒れると思いますと取材対象者に伝えることもあるとヤフーニュースの関係者は語ります。無論荒れるコメント欄には LINE ヤフーも危機感を抱いています。ヤフー側が一方的にメディアのコメント欄を閉鎖する強硬姿勢を見せたこともありました。2022年5月頃から東京スポーツのトースポーウェブ、小学館のニュースポストセブン、そして主婦と生活者の週刊女性プライムが配信するエンタメ部門の記事のコメント欄を閉鎖。 LINE ヤフーは今に至るもコメント欄閉鎖の理由を公には明示していません。今回改めて3社のコメント欄閉鎖について聞いたところ、個別情報提供元との契約に関することはお答えを差し控えますとの回答がありました。なぜヤフーはたびたび問題視されるコメント欄を残そうとしているのでしょうか。田畑氏はこのように推察をしています。ヤフコメはヤフーニュース全体の PV でも1割から2割は占めている。当然ヤフコメにも PV に応じた広告収入がつくわけです。ヤフーニュースの月の広告収入が数十億円、その1割がヤフコメからの広告収入と仮定しても数億円規模になる。 LINE ヤフー自体が大企業とは言っても、さすがに年間数十億円の収入源を簡単には切れないというのが本音じゃないでしょうか。そして田畑氏はこのように断言するのです。ヘイトスピーチ的な排外主義も多い書き込みは、人権意識の高い大手広告代理店主から見ても好ましくないですし、 PV 稼ぎのヤフコメ放置は個人的にはすっぱりやめるべきだと思います。 LINE ヤフーに対しヤフコメの広告収入を聞くと、広告収入の内訳については開示していません。ヤフコメのあり方についてはヤフーニュースはインターネットが持つ双方向性という特性を生かし、パートナー各社による良質な情報発信に加えてユーザーにも発信の場を提供することで、さらなる情報の価値を作ることを目指してコメント欄を提供していますなどと回答しました。現在配信中の週刊文春の電子版では、ヤフーニュースの正体と題し、 LINE ヤフーの暗部に切り込む第2弾のキャンペーン記事を掲載しています。チャオチュールやライトツナなど軽快な CM で知られる缶詰の製造大手の稲葉食品、今年の3月には大谷翔平選手の所属するロサンゼルスドジャースのスポンサーにもなりました。その稲葉食品の一般職採用の新入社員19人のうち少なくとも17人、実に9割が入社を辞退していたことが週刊文春の取材で分かりました。静岡県に本社を置く稲葉食品はライトツナなどの缶詰やペットフードを製造し、売上高は1350億円に上ります。1948年設立で、従業員数は子会社などを含めると4800人、上場はしていませんが、アメリカやヨーロッパにも現地法人のある大企業だといいます。一体何があったのでしょうか。入社を辞退した女性によると、当初は真新しい社員寮が完成すると聞いていたそうですが、社宅として会社に案内されたのが古い一軒家ばかり。そこに新入社員同士2人から4人に分かれて共同生活をしろと指示されたといいます。週刊文春が入手した社宅の画像や動画には、雨漏りする部屋の様子などが映っていました。ボロやハラスメントともいえるありさまに、直接会社に抗議をした新入社員の保護者もいるといいます。また給料についても、入社直前に募集要項よりも少ない額を提示されたといいます。
労働問題に詳しい佐々木亮弁護士によると、入社前に会社が示していた条件と相違があれば労働者との契約違反になるといいます。さらに稲葉食品の社員はこのように語るのです。社長夫人で現在は取締役の稲葉優子会長が社員の待遇を支持しています。社内で逆らうとどうなるかわからないと恐れられる女帝は一体何者なのでしょうか。現在配信中の週刊文春の電子版では稲葉食品で起きていることについて詳しく報じています。